すみません。どうやったら、はい、そのレイジさんみたいに肩ってでっかくなれるんですか？教えてください。この肩は自分の中でしっかりと決めた種目、まあやっぱりサイドレイジ、俺はこれでしっかり体をでかくしたっていう自覚があるから、まあ、自分の中で覚悟を決めて種目を選んで、まあサイドレイジ、まあ、角度は大体このぐらい的な感じで、そこから上げていく、このプレスする感じ、そこら辺を自分の中でしっかり決めていけば、まあでっかくなるかな。で、ただ体に対してちょっとこんぐらいだと、あの肩甲骨に入っちゃう感じだから、ちょっと前にやる感じでやってみて。ステロイド使っちゃえば一発ででっかくなんだよ、何も考えてねえよ、タコ。レイジさん、どうやったらレイジさんみたいに腹筋バキバキにそんな風になれるんですか？ひたすら有酸素、有酸素、有酸素、有酸素やりまくって、2時間、3時間、有酸素で、まあダッシュとかはしない。ダッシュとかすると、まあ、筋分解っていうのをされちゃって、まあ、筋肉がどん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 溶けちゃうんだよね。だから、有酸素、長く長く有酸素毎日やる、回復早いから。分かった。まあナチュラルがやったら体ぶっ壊れっけどな。ユーザーの体なめんの。